まで苦労してやったのに全部水の泡一瞬ですよね。なんであそこで切られんだろうってすぐ飛び込んで潜って見ちゃうもんで勝負はできるけど果たして勝つことができるかどうかって値打ちは全然違いますね。ムカつくぐらいどうにもできないですね。つい最近、はい、宮古のパヤワに行って、はい、でも湿気だったんですよ朝。投げてくるの分かったんで湿気でもゆっくり行ってポイントついてパヤワのところで道具作ってたらもうなんていうかなちょっと天気が悪かったけど晴れてくる前赤いというか朝の、はい、もわーんとした雲の中を、うんはい、うねりの中からイルカというかでっかいゴンドウクジラみたいのが、はい、バーンってジャンプしたんですよ。わあでけえゴンドウクジラかと思ったら口から血ブワーって流してるんですよ。なんかと思ったら口に20キロぐらいのキアダを加えてそのキアダの血がブワーって出てそれ目の前ですよ。あんな鈍感そうなねイルカかクジラか分かんないよね。頭丸いから意外とねマリンパークとかで見るとあそうです、すごいですね。おとなしそうなクジラがイルカがキアダ加えてバーンってジャンプして目の前で跳ねてこんななんかもううえっていうことが。あそうなんですね、うん、すごいですね。あとやっぱり釣っていてこのくらいのどうだっけ青チビキ、はい、青チビキが釣れてそれが上がってきたらその尻尾に1メートルぐらいのサメが尻尾噛んでるんですよ。ちっちゃいのね、うん、なんかかかんでるで今度サメが噛むもんだから鱗とか血が出て、うんうん、海の中少しこうババーって、ねはい、今度それに下から GT が3匹上がってきて1匹の GT が興奮しちゃって青チビキにアタックしてるのバッ。だけど自分の針は青チビキの口にかかってくるんですか、うん、どうすりゃいいんだ。ハサミで切ることもできないんで、ねまあ、なんとか切れてすぐ結んでいたけどでもまああの時も面白い。じじここにいてすぐ釣れそうなのに後ろにサメが加えた青チビキがいたら自分の針は青チビキ、ね、何やってんだと思ってそんなことが、ね、絶対釣りのセオリー釣り方には書いてないですから ね、うん、そうですね。そんな時どうするって書いてないじゃないですか。とからでずっとダイビングガイドをしてました。そのローニアジを見せるダイビングガイドをしていろいろイスマグロキアダも見てきたりしたんですけどダイビングの生態系では考えられないところに場所でローニアジがルアーにヒットするんです。要するに水深200メーターぐらいあるトップウォーターに落とすとすぐヒットするんですけど、まあ、経験不足ってのはそれはなんですよ。あの生態系が理解できないぐらい水深200ぐらいの水面によるは、まあ、その先にはこう駆け上がりがあってっていう多少30メーターぐらい頭浅くなるところはあっての200メーターなんですけどそんなとこまでこうフィッシュイーターってやっぱり出てきてるもんなんだなって驚かされることが船釣りをやっててつくづくだからダイビングの見てきたことが元になってるだけでまだまだ全然知らないことが多いなってまあボートフィッシングがなりわいになってしまって磯ちょっと離れ気味なんですけどやはりどうですかね磯の魅力大物釣るやっぱり大変じゃないですか。荷物を持って上がる波も見て安全確保魚かかって取れんのか、うん、いろんなのを自分の中で、うん、そうですね輸送に着いた途端にこれやばいだここはいいけどとかっていうのが出てきてでやばいが多いとそんだけでもうやる前からへーっていう気持ちと全然釣りやすい場所だったらよしここはいいやと思ってやるのと違うじゃないですか。これをもう毎回毎回こうなんぞ無秩序に来るわけだから、だから1匹1匹大きさ限らず磯の場合はとりあえず一匹釣ればホッとするけどバラせばバラしたでそのここまで苦労してやったのに全部水の泡一瞬ですよね。切れん時はもう数秒もかかない一瞬ですよね。もうコンマ何秒でパンって切れもう次の日朝起きてあ昨日バラしたんだあそこ行って一回しか当たりなかったのにっていう、まあ値打ちは全然違いますね。そう僕も、まあ、磯から始めて船にちょっと行っていろいろやり比べたんですけど
まあ、船も難しい部分もあるんですけど、かなり、まあそうですね、何回も喋ったと思うんですけど、船の場合は難しいところでかけて簡単な方にどっちかって言って寄せるんですけど、磯の場合は難しい方に寄せてこなきゃいけないので、見えたって言って、ね、船の場合はもう見えたら終わりなんですけど、磯の場合は見えてからが勝負なところがあってですね、今おっしゃった通りにやっと会ってきたって言って、ああそっち側で、そっち側でプズって切れて、あもう30分ぐらいもうこのまま息引き取ってやろうかなって言ってぐらいもう放心状態のことがもう結構あったりですね、やはりだから磯は達成感がものすごい違うんじゃないかなっていうのはすごい思うんですけど、なんか聞いたことある、福井さんがテレビかなんかで、あの大変なところに出かけて安全な場所に持っていくのと大変なところに持ってくるのじゃ違うんだって聞いたことある。確かにそうですよね、デコボコした場所に。そうですよね、これが、まあ、でも船でも同じように大変なところ出かけてそこから動かないで大変な方に行っちゃう時もあるそうですね、結構船長さんが何とか操船、ね、はい、してもらって、まあ運とかでこっち持ってくれる時あるけど、その場合はもう絶対絶対的にそこに固定されて、まあ、走れる距離も移動できる距離も限られてるし、移動できない磯もありますもん。でもそういったところに小魚が集まって結局まあそれを食いに大きいのが集まってくるんだから仕方のないことなんだけど、でもあの上から釣る、なんだろうね、苦痛ですよね、苦痛というか苦痛ですよね。いやこれをやりに来たんだって言ってかかるとちょっとしまったかかってしまったみたいなところはまだ未だに僕はありません。足も震えてしまうし、どっち行こうかなと思ってしまってる間にもうやられちゃってしまったり。ただでもそういうのを考えると走って移動する、はい、要はもう角度が、そうですね、中心点を変えなきゃいけないとか、だからもうトカラじゃなくてあのトンガラ、トンガで福井さんが右からバーッと走ったら、でもそういうことなんですよ。昔自分がよく磯走ってたのって、あれ別に好きで走ってたじゃないですか。そうなんですよね、やべえここやべえからあっち行こうと思って行ってるわけで。そうなんですね、あれよくお客さんにも見てる人にも言われたんですけど、なんでわざわざ走るんですか。いや難しい方に走ってしまうとその弧を描いて走らないから中心点を変えないと、という要するに船でいうと自分の足でフォローを入れなきゃいけないので、あれを瞬時に見極めるのはすごい、まあ神様は味方してくれたんであの魚取れたんですけど、もうやられてばっかしですからね。そんなことをまあ今までやってきて、だん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 自分も年になってきて50超えて、でも元気なうちにこのなんかこう走っていかなきゃ取れないんだよ。だから走ってんだから、好きで走ってんじゃねえんだよっていうのを、そうですね、教えなきゃいけないですね。本当そうですね、ただ転ぶなよと、痛いから。転んだことあります？しょっちゅうですね。あれ転んだ後傷ができて ね、夜風呂入ってシャンプーするとシャンプーが染みて痛いんですよ。痛い、その度にそそりやめようと思うんだけど、だけどやっぱりなんか磯に引っ張られていっちゃってね、なんかもう、まあ、魅力はすごいありますね。そうですね、トカラ列島磯の数って言ったらもう多分無数に無数にある。トカラはかなり、まあ、奄美も結構南部に行くとものすごい磯がたくさん、いい磯があるんですけど、まあ、イカセントカラーの方がやっぱり黒潮の恩恵を受けていることが多いので、大物が潜んでたり回ってくる確率が高いんじゃないかと考えてる。このトカラの磯、奄美の磯で福井さんが大体何箇所ぐらいはこれいいとこなんだよなっていう頭の中にある何箇所ぐらいあります？いや30箇所ぐらいあるんじゃないですか、もう最低のパッと言えって言った言える磯は。ただやはりそこが釣りで勝負はできるけど、果たして勝つことができるかどうかって言いそうになってくると、ちょっと限られた場所しかないと思うんですけど、地形的にまあまあ僕も無鉄砲なもので、なんであそこで切られるんだろうってすぐ飛び込んで潜って見ちゃうもの、ね、この間も100キロの時にあんまりにも切られたもので、久しぶりに何十年かぶりにそこを潜ってみたらこんな地形してたり、あれ僕でガイドしたらこんな地形だったかななんて思ったりね、また新鮮な感じがするんですけど、やっぱり磯選びが大切なのかなって重々痛感した場面だったんですけど、ラインがタッチする時って、はい、なんとなくあっやったってなるよね。わかりますよね。だから太くすればいいってもんじゃない。そうですね、
あの止めても余力を残したまま止まってしまうんで、うん、寄って足元で今度走り回られるので、かといって走らせすぎても岩に手前に落差がいっぱいあるのでそこに擦ってしまったり、うん、まあ本当にムカつくぐらいどうにもできないですね。だからこの磯から大きい魚を釣る人の悩みと、まあ、中小物を狙ってる人の悩みって違うじゃないですか。中小物の人はいかに食わすかっていうことがなんかこうよく言われるけど、自分らはここで取るにはどうすればいい、取るためにどうすればいいかっていう、そのかかってからのこと、かける前のことが全然ギャップがあって、もっともっとやればいいですよね、日本人はね。だからもったいない感じがするんですよね、すごい自慢できる海がこれだけあるんだから。でも俺みたいにちょっと内緒にしといて先に行って釣っとこうっていう、まあ、それは良くないけど、でもまあ行きたいね、本当に行きたいですよ。なんか機会あったらぜひご一緒させていただければ。必ずもう福井さんにお願いするしかないと思う。お願いします、ね。